真ん中から5レーンは中村塾 A チーム。トップで3走にバトンが渡ります。さあ、アンカー勝負。まずは5レーン中村塾 A、 2レーンは小笠原 ACA、A チームが選択したでしょうか。記録5メートル94。立ち見したいまいったん選手が入場してまいりました。この後の競技は女子 200m 競走予選のレースが行われます。この予選は3組に分かれて各組の上位2着までと3着以下記録上位者2名が午後の決勝へ進出いたします。これセーパープラクセーナー。お手元プログラムでは日本記録は20秒03、なお大会記録は2019年の記録大会でマークされております。リズノの飯塚くんが持ちます20秒21です。お手元プログラムでは17ページ16ページに記載がございます。こちらも合わせてご確認ください。映像を見出し走り高跳びテレビオスです。ラバーの高さ2メートル21、挑戦いたしますのは三重県競技練習の勝田くん。